皆さんこんばんは。大変お待たせしました。まだ50名の方で入室されてない方がおられますが、時間が2部もありますので始めさせていただきます。またこの1部に参加できてない方には、今メッセージで2部の方の参加のご案内をしていることをまずもってお伝えいたします。いつもサガン TOSの温かいご支援、ご声援ありがとうございます。この度は新型コロナウイルスの感染に、被害に遭われた方々に心よりお詫び申し上げます。私から直接皆様にご説明したいと思い、本日お集まりいただきました。新聞やメディア等の報道につきまして、伝えたいことがありましたので、皆様にご心配をおかけしたこと、大変申し訳思っております。申し訳ございません。そういう記事を招いてしまったことを含めて、すべて私に原因がございますので、改めて皆様に深く、お詫び申し上げます。最初に皆様にお伝えしたいのは、一部報道されていたクラブ消滅、またはクラブライセンスの失効に伴う J3 や JFL への降格はございません。このサポーターミーティング開催についても、皆様から多くのご質問や不安の声をいただいております。まずは皆様の飛び交う情報の中に、現在のクラブの状況、そして今後の見通しについて、私の方からご説明をいたします。2020年コロナウイルスの影響でリーグはストップしておりますが、今年サガン鳥栖が戦うのは J1 であり、クラブの消滅はございません。この点に関しては非常な重要なポイントですので、強調してお伝えしておきます。皆様のご存知のように、J1 で戦うためにはリーグが様々定める基準をクリアせねばなりません。当然、基準を満たさなければライセンスが失効され、自動昇格ということもございます。ライセンスが失効されることはございません。私たちサガン鳥栖は皆様の熱い、ご支援やスポンサー様を含めて、多くのサガン鳥栖を愛する皆様のお力を貸して、この基準をクリアしておりますので、ご安心ください。もちろん19年の実績については、厳しい数字が並んでいるのは事実です。それを深く反省し、改善し、確実な未来を築けていきたいと思っております。すいません、しばらくお待ちください。もちろん19年度の実績については、厳しい数字が並んでいるのも事実です。それを深く反省し、改善し、確実な未来を築き上げるための新しいスタートを何とか切ることをお伝えします。また、2019年までの J リーグの環境が、2012年度の J1 昇格度とは大きく変わっていることもお伝えしたいと思っております。サガン鳥栖の売上が2011年度3億8000万円規模でございました。その時の2011年 J1 平均が29億円となっております。ただいま2019年度 J1 の平均売上が47.5億円、2020年は平均60億円となろうとしております。選手人件費も J1 平均は30億円を超える勢いで推移しております。J1 での戦いをするために背伸びしたことに
でご心配をおかけしている事実も見つめ、今後につなげていきたいと思っております。そのような環境変化に耐え、 J1 で戦う計画の中で育成クラブのチャレンジは着実に進んでおります。2012年より計画を立て、2014年には佐賀市に寮及び佐賀市健康運動センターに移り、確実に実力を伸ばしております。今シーズンはプレミアリーグ、プリンスリーグ参加へと J リーグで唯一の上位に位置しております。今シーズンのプレミアリーグ、プリンスリーグも昇降格がなしというふうなことが決定いたしております。真実とは違う報道により、私自身の反省すべき点を見なす機会になっており、皆さんの言葉には真摯に耳を傾けていきたいと思っておりますが、未来のサガン鳥栖の選手の親御様や選手が不安になるようなことにあっては絶対になってはならないと思っています。皆様、大事なサガン鳥栖は絶対未来に残してはいけないので、その点については、ご考慮くださいますことを願います。20年は確実に身の丈に合った経営の舵取りをしていくべく計画しておりました。新しいスポンサー様ともご縁に恵まれ、シーズンを通して見込める収益に見合ったチーム作りに着手し、新型コロナウイルスが影響なければ、コストダウンをした中で、計画をやりきり黒字になる予定で、走りにくい体制を整えてまいりました。間近に控えた新しいスポンサー様の発表も期待してください。良いタイミングで発表させていただきます。プロスポーツ全般において試合開催に伴う収益もストップしている影響で経営的には苦しいことがあるのも事実でございます。しかしながら2019年度の実績とは異なる事象としてしっかり区別をしてクラブとして対応しております。サガン鳥栖だけではなく他のすべてのスポーツクラブが共に乗り越えなければならない大きな課題であり、皆様とご一緒に乗り換えなければいけない課題だと思っております。皆様から多くいただいた中には、クラブの経営、特にスポンサー様の収入においての指摘をされる部分も多くございました。先般のメディア報道でも誤解されている部分がありますので、少し事前に触れさせてください。スポンサー撤退に関しましては、いろいろな理由と反省があります。誠に申し訳ございません。スポンサー様にはいつも温かい支援をしていただいております。魅力的で強いチームを作っていくことも一つだと考えております。皆様のご存知のように、近年さまざまな経済的な影響、スポーツの価値の向上、競争激化の中で J1 チームで戦い続けるための経営的な体力で言えば、選手人権や運営費を含めて非常に高いレベルが要求されております。親会社を持たない地方クラブの経営規模にはチャレンジな経営とリスクを背負わなければ戦い続けることが厳しいリーグだとも成績上言えます。そんな中で、特に日本一小さな町クラブで言われるサガンとしても、スポンサーはじめいろいろな方の支援が前提になければ J1 で戦うことはなかなか難しいのも現実です。育成クラブへのシフトとして、強さを外から引っ張るのではなく、確実にこの土壌で育てて開花させ、そしてトップチームへの強化にもつなげる、若さに足らない経験や柱のバランスを取りながら外からゴールしていただき、ミックスする、そのクラブと共感していただけるスポンサー様と、より持続性、堅実性の共通のミッションと経営の共感をベースに育てていくモデルを目指していきます。一部で報道でございましたように、優勝できないからビッグスポンサー様がいなくなったということはございませんし、選手やスタッフの努力不足だ、結果責任だと責任を転嫁するようなことはここに断じてありないことをはっきりと申し上げておきます。長くなりましたが、最後にもう一点、今回本当に私がサガン鳥栖に幸せだと思い、たくさんの皆様から知った激励をいただいております。何かできることはないか、募金やクラウドファンディングはできないかなど、本当に温かい支援の本当の支援の姿勢には感謝しても感謝いたします。本当にありがとうございます。19年度の業績を見ていただいても分かるように、この9年間でチケット収入やグッズ収入は皆様の日頃のご愛顧のおかげで非常に素晴らしい成長をしております。これは皆様に支えられるサガン鳥栖というクラブが日本の地方クラブの目指す戻りの一つと誇って良い結果だとも感じております。
逆に皆様からの支援についてはクラブとしても慎重に検討したい思いがあります。皆様にとって素晴らしくサガン鳥栖を愛してくださってますし、チケットやグッズという形でクラブを支援していただいております。皆様の思いがクラブに反映するような形を考えていきたいと思っています。今後想定される無観客試合、リーグ開催がより先に伸びた際に、ピンポイントでの皆様の何らかの形でチケットやグッズ以外のお願いで支援やご愛顧を求めるケースは考えられると思っております。ただ当面のクラブ運営や資金にはまずクラブが向き合う課題だと思っておりますので、この点をご理解いただければと思っています。改めまして経営の実績、そして一連の報道でお騒がしていることに深くお詫びを申し上げます。何より優先することはクラブを未来にわたって皆さんと共に共存し共栄し続けることだと思っております。改めて皆様と一緒に走り続けることをお約束したいと思っております。また、最後に私のことでございますが、私の関わっているバスケットチームについて お伝えします。サガン鳥栖の資金の流用など全くございません。この件で罵倒されることは一切おやめていただきたいと願っております。逆にバスケットチームからサガン鳥栖の支援は7億円の規模となっておりますことを皆さんにお伝えします。私からの最初の話は以上となります。本日はお忙しい中ですけど、詰まった話ですがお聞きいただきありがとうございます。皆様聞こえてたでしょうか。聞こえてたら丸をしてもらえれば、丸印をしてもらえれば、すいません、ちょっとどもったりしてしまって申し訳ございません。逆に皆様からのご質問を真摯に受けたいと思うので、挙手なのですかね、ご質問お願いします。はい、皆様お待たせしました。ご意見のある方、挙手していただいてよろしいですか、ね、はい、45番古賀さん、マイクをオンにしてください。どれどれ、ミュートを外してもらっていいですか。はい、大丈夫でしょうか。大丈夫でしょうか。大丈夫です。はい、45番、東京から参加の古賀と申します。よろしくお願いします。赤字に関しては、説明があったのと、去年の、決算短所を見る限り、頑張っていただいて問題ないと思うんですけども、クラブが現在収入がないという状況で、早期の資金ショートの方が、想定されると思うんですけども、その中で、我々サポーターが、資金的にお手伝いできること、例えば、クラウドファンディングで、ピッチスポンサーをサポーターが務めるなど、そういった具体的な、金銭的な支援ができないのかということを検討をいただきたいのと、最悪、10月開始となった場合、具体的に資金がどれぐらい必要なのか、そのあたりを、説明いただけると大変助かります。はい、まず本当に始まる前まですごく怖かったです。僕はこのミーティングがですね、温かい言葉をいただき感謝申し上げます。クラウドファンディングとかさまざまなことはこれから計画していきたいと思っております。しかし皆様に透明性のある形で、やっていく、そして育成世代の子も今試合もできずに高校3年生っていう時代を過ごしている選手もいるので、そういう機会のあることや見える形でクラウドファンディングをチーム全体で何かっていうよりも皆さんの見える形でフェーズっていうかことに分けてしっかり考えて皆さんと向き合いながら考えていきたいなと。ゴールデンウィークも今日1回に限らず断続的に皆さんとグッズのことや席割りの件もですね、クラウドファンディングはどういうのが皆さんが応援しやすいと思ってやっていけるかっていうのはこの機会ですのでいろいろ向き合っていきたいと思うのでやってます。だからやっていくので逆にご意見を聞かせていく機会を作っていきたいと思いますので一つ教えてくださいというのと一緒にサガン鳥栖を
って思っております。キャッシュフローについてはですね、民間調達および、今年度はやっていけると思っております。キャッシュに関しては。しかし、どこまでユースの子どもたちに配慮できるのか、これだけコロナウイルスので時代が変わっていく中で、デジタル化、人材の登用、新しいことへのチャレンジ、多分ソーシャルディスタンスという面では長い付き合いになると思うので、この中でどうしていくかにとっては私たちがまだ未知ですので、逆にその辺の投資にも向けていかなくちゃいけないと、前向きにですね、資金に関してはさまざま今のドリームパスポートの資金をどうするのか等をですね、断続的に皆さんと話しながらやっていかなくては、大丈夫ですと言いますが、ドリームパスポートの、逆に今入金が約3億弱入っております。3億円ぐらいの売り上げを上げております。今まで今そのキャッシュポジションをどこに持っていくのか、やはりこの劇的な変化の中で、やっぱり見れないんだったら返してくれっていう方もおられたり、そういうようなことにも柔軟に対応していって、皆さんの最大の公約数を取っていきたいと思っているので、資金についてはもう一生懸命頑張りますし、このサガン鳥栖を潰さない、続けていく、でもこのクラブの問題は私たちクラブの問題だけではないので、やはり温かい目で叱咤激励をして、私たちは真摯に耳を傾けていきたいと思ってます。キャッシュは大丈夫ですって言い方はちょっとおかしいですけど、スポンサーさんももう決まっておりますので、いいタイミングで発表させていただければと思っております。先週に関してはですね、今、かなりのコストダウンをして、今年が5億円ぐらいの規模で、収まる形の人件費を想定しておりますので、その中でやっていく中では、やっていきたいと思っておりますので、一つ答えになっているかどうか分かりませんが、今皆さんが心配して今日明日クラウドファンディングをしていくよりも、募金するよりもちょっと皆さんと向き合って、本当に次の世代、その次の世代まで考えたこう土台作りっていうのをこの時にできたらというふうに思っております。はい、ありがとうございます。すみません、最後に一つだけ、よろしいでしょうか。はい、はい、サガン鳥栖のサポーターは本当にクラブのことを大事に思って、東京にもいますし、大阪にもいますし、いろんなところにいると思います。そのみんなが力を合わせる時は、みんな喜んで頑張ると思うので、もう本当にこう何でしょう、手遅れだったとならないように、もう正直にもお金がないという場合が出てきたら、本当にもうサポーターを頼っていただきたいと思います。で、それが、大変な時こそ、クラブを支えるサポーターの役割でもあると思ってますので、そこのところだけ社長のプライドもあると思うんですけども、もうサガン鳥栖を残して発展させていくことが社長のプライドでもあると思いますので、そこだけは本当にお願いしたいと思います。はい、以上です。ありがとうございます。今後もう本当に試合が開催ができないっていう事態も起こると、また本当に皆様にお声をかける場面や今の状況については整理するたびに開示をしていきたいと思いますので、ストレートに皆様に耐えることがあると思いますが、お力を貸していただけたらというふうに思っております。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。他にご意見などありますでしょうか。はい、そしたら2番の大輔さんですかね。ミュート外して発言していただけますか。はい、わかりました。もう喋って大丈夫ですか。はい、もう大丈夫ですか。喋ってどうぞ。ありがとうございます。大分県から、このミーティングに参加させていただいてます、佐々木と申します。質問としては、資金が、試合が始まれば回るっていうふうに以前報道で社長がお答えになられてたと思うんですけれども、
この資金が回る状態、試合があればっていうのは、これは例えばこの今、J リーグで検討されている無観客試合、この場合でも資金がこう回り出すようになるのか、それともやっぱ無観客試合では資金がなかなか回っていかないような状態なのか、ここがやっぱりちょっと僕らはなかなかこう J リーグの発表とかでもよくわからないので、ここをちょっとクラブの中の人からちょっとお聞かせいただきたいなと思います。はい、すいません、お願いします。ありがとうございます。収入がゼロであればやはり、選手人件費は払わなければいけないと考えると、選手、スタッフ、監督、コーチ、と考えると、15、6億円の規模になってしまいます。それが収入がゼロであれば、何らかの処置をしなくてはいけないというふうに思っております。そのタイミングっていうのは、これは多分こう平時ではないというか、その普通の時ではないので、いろいろなことを想定しておいてます。民間の金融の借り入れ、政府系の金融借り入れ、逆に、今のスポンサーさんとの契約内容の増額も含めて、さまざま無観客試合だけど、このピッチで見るチケットとか、アイデアを豊富にしてこのクラブを存続させるには、ちょっと皆様のアイデアを必要としているのは事実です。今の段階で、10月開催まで、なんとかこぎつけたらやっていけるというふうに思っているところではありますが、先ほども言いましたように、そのあたりについては、またその10月開催なのかっていうふうになってしまうと、サガン鳥栖は10月開催と言っていると、その計画で10月ダメだってまたなるのはすごい怖いので、今言いませんが、皆さんにはもう開示していこうと思ってます。本当の事実を、私たちから見ている景色と選手から見ている景色を、本当に皆様と共有していきたい時期にしたいです。実はその本音で言うと、やはりこのもう一度僕らがこう、サガン鳥栖としてのチャンスを得たと、この場面とか時をですね、と思うので、本当にいろんな場面で話していきたいと思うので、今断定的にやはり一銭も収入がなければ苦しくないっていうことは言いません。苦しいです。しかし経営側としてまず今やるフェーズとしては、数ヶ月先までは安心していただいていいというところを伝えながら、皆さんとじっくり話しながらどうやっていったらいいかを一緒になって考えていきたいと思っている気持ちです。ちょっと答えがちょっと全くゼロであれば、多分家計も多分今からゼロになりますよって言われたら、さすがに何ヶ月は持つけどっていう話で、そうすると2021年をどうするかですね。正直民間借り入れしても J リーグから借りても返さなければいけないです。それは今本当に借りくれるものはないので、事業として借りたら返すっていうスキームについては、もうすごく今クラブの中でもJリーグもすごく考えているフェーズなので、皆さんと一緒に考えていきたいということだけお伝えして、随時こういう会議を開いていくと思ってますし、これも実は皆さんが良ければ録画をそのままもうライブで流そうと思ってます。本当はたくさんの人に参加してほしかったんですけど、この前誕生会をしたら結構収支がつかなかったので、50人ぐらいだったらこうミュートができたり話してるのを聞いていただける人数かなと思って50人したので、一応お伝えしておきます。ちょっと答えにはなってないですけど、ちょっと開示をしていくので、ご理解をしていきながら教えてください。逆にすみません、ありがとうございました。本当にこれからいろんなことを僕らもクラブと一緒に話して考えていければいいなと思っているので、本当これからいろんなこと、むしろ今日はこういうことを、今回こういうことを話したいんでっていうことで、テーマをある程度狭くしてもらえるともっと考えやすくなると思うので、そういったところまで含めてちょっと一緒にやっていければなと思ってます。はい、今回ありがとうございます。はい、断続的ですけど、ゴールデンウィークは皆さんステイホームなので、断続的に私の時間の空く限りはご指導いただきたいというか、知恵を教えてもらいたいし、私たちが考えている、クラブが考えていること、
を聞いて、それ違うんじゃないの、間違っとろうもっていう話を聞かせていく時を過ごしたいと思ってますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。他に、ご質問等ありますでしょうか。はい、28番三谷さんですかね。ちょっと待ってください。あ、よろしいでしょうか。どうぞ聞こえてます。私、東京から参加しております。まず、提案から一つさせていただきたいんですけども、サガン鳥栖で引退したトーレス氏、そのつながりを活用しない手はないと思ってます。そのつながりをもっと表に出すということで、サガン鳥栖のブランド力も上がると思ってます。例えば、サガン鳥栖デイとして、ホーム戦にトーレス氏を招待して一大イベントをやれば盛り上がるでしょうし、メディアの話題性もあると思います。で、話題になればスポンサーにもつながると思いますので、利益も上がると思います。その際、トーレス氏とのサイン会や写真会などのイベントもすればファンも喜ぶと思いますので、そこちょっと検討していただければと思うんですけども、いかがでしょうか。はい、フェルナンドとも連絡を取って、フェルナンドもまだ自宅から一歩も出れない状態の数ヶ月を過ごしているので、何かしたいなっていうことは考えているので、また質問の中にフェルナンド・トーレスの投資に対して、誤りであったのではないかという件もありましたが、フェルナンド・トーレスを取ったときに実はスポンサーさんが3社取っておりましたが、クラブの事情によりスポンサーさんと最後の締結までいかなかったので、それに関しても皆さんにお願いしますが、数年後このことがいいことだったって思えるように頑張っていきますので、何かこうコロナウイルスの件が終わって海外との渡航が許されるようになったら企画したいと思ってますので、またご指導お願いします。ありがとうございます。もう一点ちょっと質問なんですけども、名誉会長ということなんですけども、トーレス氏が。その契約期間ですとか、それに対する契約料とかっていうのはかかっているのかとですね、あと今後、具体的に何かどういった活動をされるのかっていうのをちょっと教えていただきたいんですけども、よろしくお願いします。はい、今フェルナンドのところにユースの子どもたちを招待しようだとか言っていたので、契約金となるものは実在しておりません。この進行年度の中でイベントとしてどういうふうに、支払いを発生させていくかということにはなっております。だからこう企画をかけて、今後やっていこうということと、日本のサッカーに関してそれサガン鳥栖に対しては愛着を持っていただいているので、サッカーの発展のためにサガン鳥栖の発展のために寄与したいというふうに、話しているところでありますので、逆に皆様のご意見を聞きながらイベントを作っていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。すいません、いろいろご丁寧にありがとうございます。私がちょっと言いたいのは、本当トーレス氏がせっかくサガン鳥栖に携わってもらったので、でそこで引退したっていうのはすごい大きなことだと思うので、これからそれを最大限に生かしていただければと思います。でそれでファンとの交流の場を大いに作っていただいて、それがサガン鳥栖の向上にもつながると思いますので、これからもサガン鳥栖すごい応援してますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。他にございますでしょうか。はい、15番畑野様。はい、聞こえてますか。はい、聞こえてます。2つお願いします。1つ目は、社長と話す機会はぜひ設けてください。お願いします。あと今
暗いっていう言い方がいいかわかんないですけど、そういう話題なので、昨日もあったようにインスタライブみたいなのをもっと増やしてもらいたいなって思います。お願いします。私自身も実際私と話したことがない人が多くなってきていて、なんかイメージ先行で本当になんかなんかちょっと僕も戸惑ってます。まあ、本当に一生懸命サガン鳥栖を愛して前にしか見てなかったことが一つ自分としても反省と思っておりますので、話す機会をこういうふうに断続的に持っていく、定期的に持っていくっていうことをやっていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。選手のインスタライブっていうのについては、選手もやっていこうというふうになっております。実は今日も一つの会社さんですね、言っていいのかどうか、A から僕は喋ってしまうんで、A から Z で終わる会社なんですけど、と一緒に病院に入ってる子どもたちに、やっぱりこう、バーチャルっていうか、デジタルでお見舞いしていこうっていうプロジェクトを走らせようとか、これはオール九州でやっていきたいなって思うようなことも考えて、サガン鳥栖だけじゃなくて、みんなこう手を取り合って、この九州のスポーツチームが盛り上がるようにしてもらっていきたいなっていう話をしてましたので、逆にそういうアイデアも含めて、こういうインスタをしたら嬉しいよと。で、選手とも先般、2日前話していたんですけど、選手が一番今不安がっているので、まあ、素直にその気持ちをみんなに伝えてみて、話してみたらどうだっていう話も出てたので、彼らが元気に振る舞うよりも、彼らの声も聞く場面も作ってあげたいなと思ってますので、ご協力を一つまたお願いしますし、選手もこうやってファンの方とこういうことをしようよっていう話す機会も設けたいということで、今日も何人かの選手が出ようかっていう話だったんですけど、後ろで谷口選手も控えてるんですけど、多くの方からそんなのは今出すべきではないということなので、バックに控えている状態ですけど、皆さんにお伝えします。よろしくお願いします。畑野さん大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。ぜひお願いします。はい、ありがとうございます。それでは、18番の方。はい、はい、どうぞ。東京の岡本と申します。過去が PJM フューチャーズ、マトシフューチャーズ、まあ、マラドーナの弟がいる頃からですね、私も応援している立場なんですけども、まあ、約20年前に、まあ、横浜フリューゲルスが消滅して、まあ、クラブが消滅するっていうことの悲惨さっていうのは本当にもう痛感してきた身としてですね、なんとかまあ存続してもらいたいという思いで今日参加させてもらいました。で、何度も危機を乗り越えてきた鳥栖だからこそですね、まあ、今回も生き残っていけるというふうにまあ信じております。ただまあその思いだけではですね、なかなか存続、これからまあずっとまあ継続的に安定した経営っていったところと、またちょっと別な話だとは思うんですね。で、私から提案としては、やはりまあ J クラブ全体的にも言えるんですけども、やはり一言言うとやっぱり透明化、企業としてのやっぱりガバナンスっていったところをやはり強化してもらいたいと思ってます。その一つとして、まあ簡単な BSPL は、まあ J リーグは公開はしてるんですけども、まあこういう危機だからこそですね、クラブは、まあ上場企業並みというとちょっと酷かもしれないんですけども、BSPL、CF、まあ細かい財務諸表をですね、ぜひ公開していただきたいと思います。あと株主構成であったり、本来企業がやるべきことっていうのを、ぜひここでですね、透明性っていったところを、ぜひ実施していただきたい。
まあ、そうすることによってですね、私はお金が集まりやすい仕組み、お金が集まりやすい組織という形の企業体として存在すると思うので、やはり中身がなかなかわからない、透明化がちょっとなかなかこう、どうかなって言ったところの組織に対してお金っていうのはなかなか集まりにくいとは思っております。その点の、まあ、財務諸表の細かいところの公表についてですね、まあ、公表するのか、していただけるのかどうかっていったところをちょっと回答いただきたいっていうことと、あとはやはり、まあ、スポーツのクラブとしての、やっぱり財務がちょっとおかしくなる原因っていうのはもう一つしかないと思ってまして、やはりまあ選手に人件費が多くかかるっていったところですね。で、勝利を追い求めてるっていうのはサポーターとしては非常にまあ勝利を買ってもらいたいっていうのは一つなんですけども、ビジネス的に言うとやはり勝利っていった不透明要因に対するところに対する投資っていう意味では、なかなか不透明な要因なので、やはりまあ売上のまあ半分以下にまあ人件費を抑えるとか、まあ、ある程度選手に対する年俸のサラリーマン、サラリーキャップ制度っていうのをですね、ぜひ設けると。といったこういうコミットメントラインっていうのを、これをこの教訓を機にですね、ちょっと設けていただきたい。で、そこで勝てなくてもですね、サポーターは離れないです。J2 に落ちても J3 に落ちても、そこで離れるようなサポーターっていうのはサポーターじゃないと思ってますし、弱くてもやっぱりこう、応援するっていうのはサポーターだと思うので、まあ、まとめると2つなんですけども、まあ、詳細な財務諸表の、公表を、まあ、ホームページでしていただきたいということと、まあ、二つ目は、人件費のサラリーキャップ上限っていうのを、コミットメントラインっていうのを今後ちょっと設けていただきたいと。この二つをちょっとお願いしたいんですけども、いかがでしょうか。財務諸表の透明性については考えていきますが、逆に将来のクラブビジョンが、まあ、クラブとして勝っても負けても応援してもらえる地域密着型のクラブになりたいという思いもありますが、 J1 にいるっていうことの大切さも思っているので、その辺のバランスはこうやはりこう皆さんの考えている思いやそういうのを私だけでは決断できないと思っておりますので、J リーグとも相談しながら透明性を高めていきながら、まあ、健全な経営というところでは考えていきたいと思っていることについてはもう当たり前のことを言われていると思っているので、だからすぐ徴用をすぐ出すべきかどうかについても、まあ、クラブライセンスを受けてますので監査法人を通しておりますので、すぐ見せれることでありますが、 J リーグ自体が単年度で、収益をやっているところでは全ての企業が貸借対照用があまりいい資産構成になってないというのも事実なので、これを抜本的に変えられるとなると、業界自体を、J リーグ自体を変えるという難しい、ところに戦うので、このあたりも皆さんと話をしていきながら、していきたいと思いますので、一つご指導よろしくお願いします。その選手の人件費に対する、まあ、例えば売上に対する比率はこれだけ抑えますといったところの、ある程度のそのボーダーラインというか、そういったところっていうのは、なかなかこう、まあ、バランスだとは思うんですけども、やっぱりこう、合格寸前のところで、なかなかやっぱり選手にかけないといけないっていう時期もあると思いますし、ただやはり、まあ、クラブが危機的になっている要因というのは、やっぱりそこの人件費だとは思うので、ある程度そうですね、19年度の会計が終わったのは、20年度はまあ収益を取っている状態では入ったんですよ。そういう意味では人件費を落としたフェーズになって、
そのために育成型クラブをしようって言ったところも、まあ、動かしていたので、まあ、このバランスとタイミングと、その J1、J2、J3 っていうステージも含めて検討していきたいと思いますので、またご指導をお願いしたいと思いますし、真摯にその、選手をコミットしていく。だからJ3 でもいいんだよ、地域にあれば存続すればいいんだよっていうところについて、はい、分かりました、そのようにしますっていう決断はちょっと今私も言えないので、考えていきたいフェーズだとは思ってます。真剣に、まあ、安定してそう心配されないっていうところについても考えていきたいと思いますので、まあ、ただステークホルダーがいろいろおられる中での検討事項でもありますので、また真摯に、ご意見を受け止めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。申し訳ございません、ご迷惑かけて。ありがとうございました。頑張りましょう。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。マスコミの皆さん、サガン鳥栖を一緒に応援していきましょう。はい、よろしくお願いします。鳥栖の被害に遭われた方々に心からお見舞い申し上げます。また劇的に変化した環境で苦しまれている皆さんも多数おられると思いますので、お見舞い申し上げます。医療の最前線やライフラインの守られている方、改めて感謝申し上げます。私から直接皆様にご説明したいと思い、本日お集まりいただきました。新聞やメディアでの報道につきまして、真実と異なる点がありますので報告させていただきます。また一連の報道に対しまして、お伝えすることが遅くなりましたこと、そして何よりも皆様にご心配をおかけしたことを大変申し訳ございませんでした。そしてこのような記事を招いてしまったことは全て私の原因でございますので、改めて、皆様に、深くお詫びを申し上げます。最初に皆様にお伝えしたいのは、一部メディアで報道されていたようなクラブ消滅、またクラブライセンスの失効に伴う J3 や JFL への降格はございません。このサポーターミーティング開催についても、皆様から多くのご質問や不安の声をいただいております。まずまずは、さまざまな憶測が飛び交う中で、現在のクラブの状況、そして今後の見通しについて、私の方からご説明いたしますので、お時間をお願いいたします。2020年、コロナウイルスの影響でリーグはストップしておりますが、今年のサガン鳥栖の戦う舞台は J1 であります。クラブの消滅もございません。このことに関しては改めて非常に重要なポイントでございますので、強調してお伝えしておきます。皆様もご存知なように、J1 でのライセンスは J リーグよりライセンスを付与されております。付与がなければ当然ライセンスが失効され自動降格もありますが、しかし私たちは皆様の熱いご支援やサポーターや含め多くのサガン鳥栖を愛する皆様、スポンサーのお力を借りしてその基準をクリアしておりますのでご安心ください。また今シーズンは新型コロナウイルスの影響で先制にかかわらずリーグの規定変更により、2021年シーズンも J1 の戦いとなっております。もちろん19年度の実績について厳しい数字が並んでいるのは事実でございます。それを深く反省し改善し、確実な未来を築けるために新たなスタートを何とか切ることができたことをまずお伝えしておきます。2019年までの J リーグの環境が少しご説明したいと思っております。2012年の J1 初年度とは大きく環境が様変わりしたことも伝えたいと思っております。サガン鳥栖がJ1 に昇格した時の売り上げが3億8000万円、そして J1 の平均が29億円となっておりました。
ただいま2019年の J1 の平均は 47.5 億円、2020年度は60億円になろうとしております。選手位人件費も J1 で平均は30億円を超える勢いで推移しております。 J1 での戦いをするために背伸びしたことでご心配をおかけした事実も見つめ、今後につなげたいと思っておりますので改めてお詫び申し上げます。そのような環境変化に耐え J1 で戦う計画の中で育成クラブへのチャレンジが着実に進んでおります。2012年より計画を立て、2014年には佐賀市に寮及び佐賀市健康運動センターに移り、確実に実力を伸ばしております。今シーズンはプレミアプリンスリーグ参加と J リーグで唯一プレミアプリンスでの2リーグでの戦いをするクラブと成長してまいりました。事実とは違う報道により私自身の反省すべき点を見直す機会となっておりますし、クラブがより一層成長する機会となっておりますことを改めて、お詫びするとともに、感謝申し上げます。しかし未来のサガン鳥栖の選手の親御さんや選手が不安になることはあっては絶対になってはならないと思います。皆様の大事なサガン鳥栖の未来の選手でございますので残してはいかなければいけないと思っておりますので、私たちも正確な情報を伝えることに、邁進してまいりますので、皆様とより共有できることを願っております。20年は確実に身の丈に合った経営の舵取りをすべく計画しておりました。新しいスポンサーとのご縁にも恵まれ、シーズンを通して利益が収益に合ったチーム作りに着手していた時に新型コロナウイルスの影響があり、その計画を今変更せざるを得ない状況になっております。間近に控えた新しいスポンサー様の発表も期待してください。良いタイミングで発表させていただきます。プロスポーツ全般において試合開催に伴う収益もストップしている影響で経営的に大変な苦しいシーズンであることは事実であります。しかしながら2019年の実績とは異なる事象をしっかり区別してクラブと対応してまいります。サガン鳥栖だけではなく他のすべてのスポーツクラブが共に乗り切れば ならない大きなシーズンとなっております。皆様から多くいただいた質問の中にはクラブの経営、特にスポンサーさんからの収入の激減を指摘される部分も多くございました。先日のメディア報道でも誤解されている部分がございましたので、そのについても事前に触れさせていただきます。スポンサーが撤退した理由についてはさまざまな理由があり反省があると思っておりますので、改めてお詫び申し上げます。スポンサー様にはいつも温かい支援をしてくださいます。その支援にお応えする魅力的であるチーム作りをしていきたいと思っております。皆様もご存知なように近年さまざまな経済的な影響、スポーツ活動の向上、競争月間の中で J1 でチームで戦い続けるための経営的な体力で言えば選手人権や運営費を埋めて非常に高いレベルを要求されております。親会社を持たない中国クラブでの経営規模ではチャレンジな経営とリスクを背負わなければ戦い続けることが厳しいリーグだとも言えます。そんな中で特に日本一小さな町のクラブと言われるサガン鳥栖としてもスポンサーをはじめいろいろな方々の支援がなければ、その前提がなければ J1 で戦い続けること、クラブを存続することはなかなか難しいのが現実でございます。育成クラブのシフトへとしての力強さを外から引っ張るのではなく、確実にこの土壌で育て開花させトップチームへの強化にもつなげる、若さに足らない経験や柱のバランスを取りながら外からの合流していただきミックスする、そのクラブとビジョンを共有していただけるスポンサー様、そしてより持続性と確実性のある共通のミッションへと経営の共存をベースに育てていくモデルの構築を目指します。一部報道にございましたような優勝できないからビッグスポンサーがなくなったということはもうありませんし、選手やスタッフの努力不足だ、結果責任だと責任を転嫁するようなことはここに断じてありえないことをはっきり申し上げておきます。長くなりましたが最後にもう一点、本当に私たちサガン鳥栖が幸せだと思うようにたくさんの皆様から知った激励とともに温かい言葉もいただいております。何かできることはないのか、募金やクラウドファンディングはできないかなど、本当に温かい支援の姿勢には感謝しても答えきれません。本当にありがとうございます。19年度の業績を見てもいただける通り、この9年間でチケット収入やグッズ収入は皆様の
日頃の愛のおかげで非常に素晴らしい進歩を目指しております。これは皆様に支えられているサガン都市というクラブが日本の地域のクラブの中で、誇って良い結果だとも感じておりますことを感謝申し上げます。皆様からの支援についてはクラブとして慎重に検討していき、クラウドファンディング様々なものを皆様にとっても素晴らしくサガン都市を愛してくださっている形をクラブの支援につなげていきたいとは思っております。皆様の思いがクラブに反映するような形をぜひ取りたいと思っております。今後想定される無観客試合、リーグ開催が先より先に伸びた際にピンポイントの皆様の何かの形でのチケットやグッズ以外のお願いでの支援やご愛顧を求めるケースはもちろんこれからあると思っております。ただ当面のクラブ運営や資金にはまずクラブで向き合うべき課題と思っておりますので、その点をまずご理解いただきますようにお願い申し上げます。改めまして経営の実績、そして一連の報道でお探ししていることを深くお詫び申し上げます。何よりも優先すべきことはクラブが未来にわたって皆さんと共に共栄し続けることです。そのために絶えずチャレンジし努力をすることを怠ることなくやっていきたいと思っていますことをお約束申し上げます。最後ではございますが、また私が関わっているバスケットチームについてお伝えしたいします。これはサポーターミーティングでも何度も申し上げておりますが、サガン都市からの資金の流用など全くございません。あれば J リーグからの監査等に、引っかかりますので、そんなことは全然ありません。逆にこの際だから言います。この件で罵倒やかなり辛辣なお言葉のメッセージは一切おやめいただきたいと心から願います。それはサガン都市にとっても良くないことでございます。昨年バスケットチームからサガン都市の支援の金額は、数億円の規模となって、サガン都市をバスケットチームは支援していることを改めて皆様にお伝えしておきます。私からの最初のお話は以上となります。私もサガン都市を愛する一員として皆様と時間と行動を共にしたいと思っております。そしてこの時間のこのタイミングを皆様とぜひ共有できることを願っておりますし、皆さんから知った激励についてはお受けいたしますし、より良いクラブになることを願ってこの会を開催いたしました。一つ皆様からのご質問があれば、受けながら皆様のご意見を聞きたいと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、それでは皆様からご質問あればお受けしたいと思います。どうぞ画面上で手を挙げていただくか、挙手を押していただくか、どちらでも。はい、それでは36番、正木さん。改めまして、このような、会に出席させていただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。社長にはですね、かなりいろいろなお言葉、いろんな意見が、各所から飛んでいるかと思います。そして、解任だったり、そういった言葉、そういうことも話にかなり出ているかと思いますが、今後、現在非常に経営が苦しい状況ではあると思うんですが、2020年、そして来年に向けて、どういうような経営を行っていくのか、そして、あと皆さん気になるところだと思うんですが、補強の計画ですね、選手をどういうように、チームを作っていくのか、そういったところをちょっと、お伺いしたいと思います。一部でも、こういう会を断続的にしていきたいと思うので、チームの補強については皆さんはなんか、私が決めてるように思われてるんですけど、一応強化部が決めて監督と協議して、社長の代表品を押すという形の契約書の形式になっているので、チーム作りについては改めてゴールデンウィーク中にこういう場をまた設けさせていただくので、よろしいでしょうか、そういう答えで。この、ステイホームという場面も皆さんといい時間に過ごしたいと思っているので、そう思っています。経営に関してですが、大変難しいフレーズに入ってしまいました。先ほどの説明も申し上げましたけど、2020年度は、新しいスポンサーも決まっておりますので、選手費は削減して、
皆さんのよく言われる身の丈のあった経営、しかし J1 自体が今60億円規模になって、私たちの予算規模よりも大きな金額が選手人権益になっている中で戦うこととの難しさを考えていますので、ユースの育成をしながら育てていくっていうところのタイミングにはうまく着陸ができませんでしたが、しかしシーズンの本当に皆さんの生活も激減している中で、無観客試合や市松模様で入れると、さまざま皆さんと協力しないといけませんし、 SS 席 S 席に関してはもう隣り合わせの席で売り切れる近い状態になっているので、これをどう皆様とソーシャルディスタンスっていう形を取りながら、だからなので、これについてこうできるという断言はございませんが、皆様と距離を近く取ってですね、情報をより開示しながら、皆様と一緒に決定していきながら、私たちはこのどこの J リーグもきついです、私どももきついんですが、その中でやっぱり皆さんと力を取って残っていく、そして戦える、そして2021年22年のことも考えながらやるので、これをちょっと今答えることは難しいですが、今はとりあえず今その JS3 に行くとか潰れるとか、そういうことはもう一切なりませんということをまずお伝えしたいことと、選手が元気にやっているので断続的にお話したいということをちょっと回答にさせていただきます。そして、そういうことを、やっていきますので、強化についてもゴールデンウィーク中に一度長い池田とともに参加する場を設けさせていただくっていう返事でよろしいでしょうか。はい、ご回答いただきましてありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは42番の渡瀬さんですかね。はい、こんばんは。本日はこのような機会をいただきましてありがとうございます。私の方からお聞きしたいのは、報道でもありましたような、このコロナにおき、コロナウイル、新型コロナウイルスによる、災難の中、資金ショートが、資金ショートの時期が他クラブよりも早いというふうにおっしゃっていたことのその事実と、その時期が具体的にいつ頃なのかをお聞きしたいのですが、答えをよろしくお願いいたします。タクラブより早いという認識はございません。規模的に同じであれば収入がゼロになるので、今先ほど説明の中に言いましたように、親会社があるかないかというところでは、逆に、全く違うスタンスで、サガン鳥栖が行われているということをまず、ファンの方にも理解していただきたい。それは親会社がある会社が J1 ではほとんど大多数が親会社があるのは皆さんご存知でございますでしょうか。マッシモ・ヒッカデンティ監督行くところは、トヨタ自動車の、子会社になりますので、そういう意味ではちょっと私たちとはちょっと全く違うスタンスで、J1 では、私たちとしては2チームだけではないかというふうに思っておりますので、そのあたりではキャッシュの流れっていうのはちょっと若干違うというふうにご理解いただきたい。そういう意味では早いというふうに表現があるのかもしれませんが、今の段階では、その中で精一杯やってるのは皆さんと同じスタンスでやれてると思ってますので、ファンの方とも一部の方でも言われましたが、ファンはとても優しいんですよということを、分かってくれという意味では、新しいことにチャレンジしていきながら皆さんも喜んでいきながら、売り上げを上げていくということについては、皆さんの力を借りてやっていきたいというふうに思ってますので、逆にこういう機会で皆さんに、今日は皆さんの不安をもう申し訳ないというお詫びのことと大丈夫ですよということをお伝えしたいので、これについてはより一層深める場をまた改めて設けたいと思いますので、サガン鳥栖だけ明日もう危ないですよとか、そういう話ではないということだけをまず皆さんに知っていただきたいと。スポーツクラブみんな収益が、入場者数がなくなっているというところでは全く同じ状況ではあるということを改めてお伝えすることでよろしいでしょうか。こういう場を設けていきますので、その中でご理解をいただきていただきたいと思っております。
はい、42番渡瀬さん、ありがとうございました。はい、他にご質問ございますでしょうか。はい、番号がないんですけど、ブラウンさんで分かりますか。はい、大丈夫です。どうぞ、聞こえてます。あ、はい、この度は、このような、場所に参加していただきありがとうございます。何点か質問されてください。今サガンドリームスさんが、一つの構成団体になっている佐賀にある高木瀬の、健康運動センターの、今後の、今回その2019年度の、こういった報道を受けての、運営をちゃんとできるかっていうのと、先ほど竹原社長の話にあったアカデミーの今拠点となっていると思うんですよね。そういった子たちが練習できる環境を、2020年度の予算として、どれくらいの割合、プレミアとか、上のリーグに行ったら遠征費とか、いろんな費用もかかると思うんですけれども、そういった、ユースの子たちの、育成についてお話を聞かせてください。逆にお時間を作っていただき本当にありがとうございます。ご質問もありがとうございます。ちょっと質問の意図がちょっと私自身がご理解ができない。健康運動センターは佐賀市が運営しているものを私もお借りしている状態なので、安全した安定して利用ができるというふうに思っております。という答えでもブラウンさんよろしいでしょうか。答えになっていますか。継続的に、また何年か契約があると思うんですけれども、はい、指定管理の期間がですね、その、はい、一般市民の方が、その途中で抜けるとか運営ができなくなるということはないってことですよね。今新型コロナウイルスの影響はあると思ってますし、スポーツクラブのこう、安定性っていうのは見えにくいですけど、逆に私たちが存続する限り、あそこを一生懸命管理させていただきながら、市民の方にも場所を提供しながら、ユースの時間をうまく作りながら、寮もありますので、活動をしっかりやっていけるような、クラブとしても努力しますし、ユースとしても子どもたちの、夢になるように、持っていこうと思っていますので、ご安心していただきたいというふうに思っております。ユースに関しましては、大変難しいハンドリングになってます。正直な、質問がちょっとこうかなりマニアックなので、プリンスリーグ、プレミアリーグ、今度育成リーグって実は2020年度Jリーグ開催しようとしたものにも、参加をするというところでは、本当に育成型をスピードを速めるっていうフェーズに入ってますので、今近々にも私どもが取り組んでいる内容で中長期取り組んでいるものもありますので、それがゴールデンウィーク明けぐらいにある一つのものを発表できるものも一つできておりますので、逆に育成の強化っていうのはもう大変私たちが力を注いできてですね、実際はなかなか目に見えないものだったのですが、確実に成果を上げて松岡選手とかも輩出してますので、そこを怠ることの投資はもうどんどんしていきたいと思いますので、今一部でも募金やクラウドファンディングっていうところだったんですが、クラブ全体では皆さんの何に使われてっていうのが分かりにくいものでは、より一層皆様の安心してできるような、この高校3年生の方たちがもっと開花できるような、ことを考えていきたいと思ってますし、継続的に育成クラブの育成についてはもう本当に力を入れていきたいと思うので、逆に皆さんもそこをしっかり見ていただけたらなと思いますし、その情報をもっと流していけるように努力しますので、一つそのことについては本当にお約束しますので、支えていきたいと。でも今回もこのような報道で親御さんや子どもたちが、クラブの存続大丈夫かっていうことになったことに関しまして、改めてファンの皆様に申し訳ないとお詫び申し上げます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは21番パンジーさん、わかりますか。はい、21番のパンジーです。
今回聞きたいのは、チケットやグッズ以外の収入を考えていくということだったんですけれども、それに対してメドであったり、どれぐらいの収入はどれぐらいまでに入るのかっていうのの、メドというのは立っているのでしょうか。実は1月末、2月末、3月末とどん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 フェーズが変わってきているので、逆にできることっていうのがかなり減ってきているのも事実ですので、この新型コロナでステイホームっていうキーワード、ソーシャルディスタンスっていうのは、まあ、1、2年続くフェーズなので、逆に本当に皆様と寄り添って新しいことに皆様が納得しているものを作っていきたいっていうのが本音で、今日の株主総会終わった後に発表があり、このようになったんですが、逆にこうステイホームをやっぱりサガン鳥栖、私自身も叱咤激励を受けたいし、デジタル化がかなり進んでて、Zoom でのこういう開催とか、もう去年の12月なんて考えることができなくて、今このようなことができているので、逆にデジタル化は進んでいくのではないかと。でも私たちは遅れているものがあるので、その辺はもう、逆に皆様とご一緒に考えていきたいと。で、今回も先ほどで言ったんですけど、ゴールデンウィークの時間でこう、もう少し先ほどの一部でも、セッションをちゃんとこう、例えばチケットとか、デジタル化とか、グッズとか、日頃皆様が使えるグッズをこうやって作ろうとか、そういうことをこう考えていく、断続的に私たちのスタッフも顔が見える形で、寄り添う時間ができていると思っているので、逆にお力を貸してくださいと。今は本当にもう分からないところが多いです。しかし、サガン鳥栖みんなでやっていけばできるというふうに思っているので、本当に計画はって言われると、新規のスポンサーの発表ももうすぐしたいなって思っているタイミングを見計らってますし、そこの会社様とは新しいこともしていきたいと思ってますので、そして、皆さんのお力を貸してほしいということを再度お願いして、力のないか形ですけどお力を貸してください。ありがとうございます。デジタル化という意味では、YouTube のサムネイルがすごくちょっとダサくてあんまり見たいなって思う気持ちが起きないので、サムネイルの写真を撮って見たいなと思う YouTube の動画を上げてくれたら嬉しいです。ありがとうございます。逆にそういう意見をこう聞く期間にしたいと思っているので、ステイホーム断続的にやっていきますので、ご参加して意見を聞かせてください。逆にコストの面とかもあるので、逆にざっくばらんにこれは金がなかよっていうのも言うと思いますので、そしたらこれをしようよっていう話をサガン鳥栖らしくしていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。すいません、38番アキラさん、わかりますか。はい、どうぞ。まず今日はこのような場を、このような場に参加させていただきましてありがとうございます。私個人というよりも、SNS 上とかでもですね、いろんなサポーターさんがおっしゃられているところであるんですけど、今回こういうふうないろんな報道が出て、正直サポーターとしては例えば選手だったりとか、先ほどユースの選手だったりとか、そういったところで、選手自身が不安になったりとか、選手実際どうなんだろうっていうふうにやっぱ思ってしまうところもあったりするので、その辺のケアっていうところも含めてですね、ぜひクラブの方には頑張っていただきたいなっていうところが一点です。あと先ほど社長の方からもお話があったと思うんですけど、例えば今後具体的にサポーターの方にこういろんなこう、案を出してほしいっていうふうにおっしゃられてたんですけれども、例えば何か今後に向けて企画されていることだったりとか、今日教えれる範囲というかだけでも構わないんですけど、こういった企画を実は考えてますっていうふうなものがあればぜひ教えていただきたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。すいません、ちょっと使い慣れてなくて、今やはり人と会ってっていうセッションがなかなか難しいので、こういうデジタルというか他のものを介してですが、
選手たちは情報を発信いっぱいしたいと思ってます。そして今選手自身が一番不安に感じてます。そのクラブ経営っていうものもあるんですが、その以前に自分たちのこう置かれている状況、サッカー選手なのでサッカーできない、契約の問題、まあもう本当に彼らはこう苦しい環境に置かれている中で、選手もファンもそうですけど、まずこういう報道になってしまったのは、最初にも申し上げたけど、私自身のもしくはやっぱサガン鳥栖としてのお詫びを申し上げたいと。だから皆さん力を貸して、やはりクラブも含めて私自身も知った激励の言葉を欲しいと。先ほどの回でも、まあ実は社長と喋ったことなかもんねというところもあったので、逆にいっぱい声をかけていただきたいと思いますし、SNS 上ではかなり来ますし、私にもかなりのメールが飛んできますが、逆に温かいお言葉をいただくケースもたくさんあるので、やはりこう私自身がもっと見えるように、クラブももっと見えるように しながらやっていきたいと思うので、選手に関してのケアを、やはりファンの声が一番今は、接点が今ないので、彼らもステイホームしているので、接点はないので、逆に選手同士ではやって、この言葉を取られたらどうしようっていう不安もあります。それはちょっと相談を受けているので、逆にみんなで温かく目で、まあ、サガン鳥栖全体を包んでもらう絆をやっぱり作ってほしいと思ってますし、まあ、私が言う家族っていうのは、偽物だとか、嘘だとか言われますが、私はサガン鳥栖をこよなく愛してます。こよなく愛してますし、やっていきたいと思ってますし、間違ってることはすぐ変えたいと思ってます。それは方向転換だと思われる方もいるかもしれませんが、私はそれに対応したんだといつもポジティブに願っているので、数多くの意見を聞くことによって変えていきたいと思ってますし、私が引き継ぐ前の、年度からすればかなり様変わりしたものが多すぎて、過去の人と決別したようなイメージがあるのも事実だと思ってますが、J1 に残ること、そしてこのクラブをこう運営していくことで一生懸命だったんで、今その時間ができたと思っているので、断続的っていう言い方がおかしいけど、継続的に皆さんと話を聞いて、選手もこの場に出していきたいなと思ってますので、その中でこういうことを鳥栖がやっとんねっていう、みんなが羨ましめられるプロクラブになりたいと思ってますので、お力を貸してください。選手のケアは一生懸命しますので、皆さんのお力を貸してくださいということをお願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。続きまして、17番、ちょっと読み方が、はい、ちょっとミュート外して喋ってもらえますか。はい、17番の方、もう一度ミュートをして、聞こえてますか。ちょっとハウリングしてるんですよね。2つ入ってます。そうです、はい、1つ削除してもらって、大丈夫ですか。多分これでいけると思います。すみません、はい、大丈夫ですか。はい、どうぞ。はい、わかりました。お時間をいただきましてありがとうございます。質問は2つです。牛乳を売るそうなんですけども、どこで買えるんですか、いつから買えるんですか、教えてもらいたいんですけど。聞こえてますか。あ、聞こえてます。牛乳、牛乳はね、改めて正式に発表しますので、販売先と販売ルートについて発表しますが、それがとっても気になるんですけども。あ、わかりました。買いたいんで、ちょっとこれは
ある部分としてちょっと表現が私が悪かったと思って申し訳ないです。はい、そういう身近なものからあのデジタルとか、例えばこう、例えばもう今まで僕も知らなかった Zoom とか Twitter ライブとか、まあ、いろいろな全方向で今取り組んでいかないと、この危機はあの平時ではないので乗り切れないと思ってるっていうところなので、一個一個はちゃんと丁寧にアナウンスしますので、買っていただいた後のことも考えているので、ちょっと面白い企画にしていきたいと思ってますので、なんか皆様にいつもサガン塗装を感じていただけるものも作りたいなっていうふうに思っていますので、牛乳だけクローズアップされるとちょっと私の表現は申し訳ないけど、いろいろなことでやっていきたいと思う一つなので、発売の日は必ずあの発売のこうズームをして選手にこの牛乳ですって紹介させますので、しばらくお待ちください。すいません。やはり牛乳も YouTube 配信で私たち知りたいんですね。で、できれば YouTube を使って広告収入を得るように持っていってもらえるといいかなと思うんですけど、いかがでしょうか。はい、まだまだ僕らがその辺は遅れているクラブだと思うので、皆さんのこうアイデアとか情報を教えてほしいと思ってます。まあ、そうなんです。いいですか。実は定例動画があったんですけども、いろんなチームが出されてて、定例動画、手洗い動画ですね。はい、わかりました。すいません、カタカナと思います。すいません。で、サガン塗装出すかなと止まってたんですけども、全然出なくて、でもうすごい数のスレッズさんが出されているのに、サガン塗装遅れてると思ってたんですよね。申し訳ないですけど、サガン塗装が手洗い動画にコロナの時一番最初に出したチームだと自負してるんですけど、ただ、その伝え方がちょっと僕らにうまくないので、YouTube で出せばお金になる。下がってる人とかにならない。そうなんですよ。そこなんですよ。YouTube で出すとお金になる。だからそこ稼ぐことを考えてもらって、どうすれば収入が入るかを考えてもらって、知ってもらうもそうなんですけども、やっぱりお金になりつつ知ってもらうことを考えてもらいたいなと思うんですけど、いかがでしょうか。はい。昨日だったですかね。昨日ですね。173とミーティングをしたり、新しいところとは打ち合わせしているので、逆に皆さんの意見あまりここで例えば投げ銭をしますよっていうのが果たして適切な言葉かどうか、私たちも今は YouTube 17ライブ、TikTok、 若い人なんかは TikTok すごく見てるんで、小学生なんかすごく見てるので、そっちの媒体使うことを考えてほしいなと思います、ね、わかりました。勉強させていただきますね。今度ご指導お願いします。皆さんのそういう詳しいこと、はい、やりたいと思います。お待ちしております。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。期待してます。ありがとうございました。続きまして他にございますですか。七瀬さん07、わかりますか。はい、わかります。はい、どうぞ。まず今日はこのような会を開いていただいてありがとうございます。1点ご質問と1点のちょっとお願いをさせていただきたいなと思います。まずご質問なんですけれども、育成型クラブへの転換ということで、今年度やっていくということなんですけれども、育成型クラブへの転換ということは、今まで生え抜きの選手等が、ちょっと今年福田選手等がちょっと湘南の方に移籍したっていう経緯もあって、今後そういう生え抜きの選手もやはり数年でちょっとサガン鳥栖から移籍をするような流れになってしまうのかっていうのがまずご質問です。でお願いなんですけれども、これは今回いろいろな新聞やメディア等でやはりちょっとサガン鳥栖の経営危ないぞとか、ちょっとスタッフや選手たちの会話の内容がマスコミに漏れて、これはちょっと事実かは分かりませんけれども、そういうような、事実とは異なるような報道やちょっと悪質なデマに対しては、やはりちょっとサガン鳥栖さん側からもうなるべく早く SNS や、そういうようなメディアを使って否定をするような形でお願いをしたいです。本当にちょっと他のクラブから悪く言われたり、サガン鳥栖のことを愛している人のことをやっぱりちょっとめちゃくちゃ本当にボロクソに言われるのはやはり精神的に辛いので、そこは本当にぜひお願いしたいなと思います。以上です。
最後の点に関しまして、誠に本当にファンの皆様、スポンサーの皆様、そして選手も迷惑かけていることを改めて、謝罪いたします。本当に申し訳ございません。私自身も本当にもう一度取り組んでいきたいと思いますし、本当にこう難しいなって思ってます。言葉っていうのが難しいなっていうふうに思っていて、数年来私自身もここ2年ぐらいは本当に言葉が一人歩きするというか難しいと思っているので、皆さんとの関係を強化することによってやっていくしかないなって私自身は思ってます。それは皆さんにも注意を受けますし、苦しい場面も今日も本当に先ほども言いましたけど、この向き合うのが怖かったです。でも本当に優しくて本当に少しホッとしてますけど、まあでもこのホッとするんじゃなく、もう少し皆さんとの距離をどんどん縮めていくことで、そういう話はまあもうこれから世の中もっと多くなっていくと思ってます。だから皆さんとの絆を増やしていくことをやっぱり再度もう下がんっていうか、一つ一つみんなが仲間に家族になっていくことを考えてます。育成クラブについてですが、実は社長になった時からこの育成クラブっていうのはもう結構やらなければいけないと。それはなぜならば収入が少ないので、自前で選手を育成していくっていうことが一番強いチームの早道、急がば回れの道だと思っていましたので、14年には今言われました、ブラウンさんの言われた、場所を確保することができた。そしてその横に寮を作ることができた。J1 屈指の環境ができた。その中でやっぱり選手が入ってきておりますし、今年入ってきた選手なんかもすごい将来もう日本代表になる選手がやっぱり今見てもらったんですけど、アンダー世代で日本代表の名前が多分サガン鳥栖が一番多い大会もあるぐらいにたくさん入ってるんですね。大体1チーム入ればいい方なんですけど、 2人とか3人入ることがあるので、そこは保持していきたいと。それは全力をかけてやっていくので、皆様のものについて、その選手が放出とか、海外に行くっていうことはあると思ってます。でもなるべく海外に送って、その若い選手がベテランになった時に、そのまたサガン鳥栖の精神的な柱や、後輩に伝えていくっていう、こう循環を作れたらなっていうタイミングで、ずっとやってたんですけど、本当にJ1 の環境がもう年々本当に人件費の高騰が数千万単位で単価的に上がっているので、3億4億円ぐらいで上がってきたっていうところに、私たちももううまくコントロールできなかったことを改めてお詫び申し上げますが、今シーズンは本当は本来である黒字になることができたので、育成型のクラブっていうのをしっかりやっていくので、皆さんもユースとかジュニアユースを見ていただく機会をもっと今言ったネットを使ったりしていきたいと思いますので、しっかり見ていてください。そしていやこの選手はこうだろうっていう話がやっぱクラブとできるような顔の見える形で、私どももスタッフも寄り添っていきたいと思いますので、ご指導お願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。他にございますでしょうか。はい、13番兄さんですかね。はい、どうぞ。はい、昨日のサガン鳥栖のアカウントで行われていたインスタライブを拝見させていただいたんですけど、その中で高橋レトト選手と権田選手が選手が話せる場面が少ないみたいなふうなことをおっしゃっていたんですが、その選手との連携とかはしっかり取れていらっしゃいますでしょうか。選手との連携は取れておると思います。まあ権田選手も結構喋ってますし、秀人さんとも喋ってます。どう出していいかっていうのはすごい難しかったので、一つこれを機会に皆様のご意見を聞きながら、SNS 等や、まあ、今言った Twitter ライブや、YouTube 等で使い分けながら、やっていくので、またそのあたりもこう教えてほしいなって思いますし、
どんどんこういう活動をやっていきますので、こう見てご意見を教えていただきたいと思ってますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは他にございますですか。41番、貝原さん。ミュートを外して発言していただけますか。どうも、こんにちは。はい、どうぞ。はい、まあ、今日は本当にありがとうございました。本当に心配しておりました。まあ、今日、まあ、その社長の言葉を信じればですね、サガン鳥栖は、まあ、J1 で、まあ、いることができるということなんで、まあ、ちょっと少しは安心しました。まあ、先ほど質問がありましたように、なんでここまでこういう報道になったのかというのは、ちょっとその辺はですね、残念に思うところですが、まあ、先ほどからのソーシャルディスタンスという話をされてましたが、まあ、この新型コロナウイルスの問題でですね、まあ、ソーシャル的には本当はもう社会的にはこうソサエティとしてやっぱり近い距離でいた方がいいので、まあ、今フィジカルディスタンスということで、まあ、その体は離れた方がいいんですけど、こういうまあ、ソーシャル的にはですね、近い状態で今回慣れたことは非常に良かったと思いますが、まあ、やっぱりその新型コロナのこの問題になった時ですね、室内でやっぱりその外に出れないんで体がこうやっぱ弱っていく、フレイル予防だったりロコモ予防だったり、まあ、よくサッカー選手ってこうボール使ってこうやる見せるのは多いんですけども、そうではなくて、僕は個人的にはそのトレーナーさんとかですね、そういう方がこうどういうふうにそのサガン鳥栖のからですね、その家庭の中でこう体をこう弱ることなく、例えば一般の方、高齢者まで含めてですね、そういうのの取り組みもしていただいたらありがたいなと思っております。お願いですけど、はい、ありがとうございました。まあ、最初言われた、ここまでなぜ言われたのかというのは、いろいろな問題があると思ってますので、まずひとえに私自身が一番大きな要因ではないかというふうに思っておりますね。それは深く反省をするとともに、お詫びを申し上げます。しかし、まあ、近くなれば私も数多くの方から夜逃げしただと、夜逃げした、逃げたっていうことを言ってる人の実際の声まで録音した人がボイスメッセージで私に送ってくると、僕はこういう世界はやっぱり嫌だと。だからやっぱり今皆さんと直接くっついて直接言葉で伝えたい。だから私自身はもうどっちからいえばこういうタイプなので、逆におい社長違うろうもって、間違っとろうもっていう言葉も聞きながら、やはりこう平時ではないので、いろいろ今の言葉も、ああそうしゃ、そうね、体は離れてるけど心をつながる。で、逆に今トレーニングではズームを使ってトレーニングをしてて、フィジカルコーチが見ながら選手はそれをするっていうトレーニングをしたり、今トレーニングがメンタルトレーニングをしていてですね、まあ、オリンピックとかの今目標設定を失った選手をケアしている先生たちグループに、もうユースは昔からちょっと最近数年お世話になっていたので、今トップチームまで忙しい中ちょっと時間を割いて個人の目標設定っていうのをもう今再度設定したり、見えない部分でそういう情報ももっと流した方が良かったんでしょうけど、まあ、あまり情報が出てなかった面がありますし、マスコミさんにも逆にそうなんかうまくお付き合いをしていき支えてもらわないといけないと思っているので、皆さんのお力をぜひともお貸しくださいということを改めてお願い申し上げます。ありがとうございます。フィットネスの世界でもですね、スタジオとかにもやれないんで、結構皆さんズームを使ってこうその有料でやったりもされてます。まあ、こう例えばそのトレーナーさんとかでですね、サガン鳥栖のトレーナーがこうそういうフィットネス教室をズームでやるよとかいうのを有料でやられたりするっていうことも可能かなとも思ったりもしてます。あと選手と一緒にやるとか、いろんなそういう企画もですね。いや、よくもコラボさせてください。わかりました、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。18番スポーツ M&A さん。はい、東京から岡本と申します。第1部に続きですね、2度目の発言をいただいたことを感謝申し上げます。第1部では、申し上げましたけども、まあ、私も、まあ、PGM フューチャー時代から、マラドーナの弟がいる頃からですね、応援させていただいておりまして、何度も危機を乗り越えた年だからこそですね、また今回も乗り越えると信じております。で第1部でちょっと2つちょっと要求させていただいたんですけども、まあ、やはり経営の透明性、まあ、ガバナンスの強化といったところで、やはりまあ財務諸表の公開、まあ、BSPL、CF ですね。いくらまあ社長さんが、まあ、1年間資金繰りは大丈夫だ、まあ、口で言ってもですね、なかなかこう説得力はないとは思います。まあ、キャッシュフローの計算書をですね、ホームページで公開いただいたら、まあ、それで一発で、わかるとは思います。なので、お金が集まりやすい仕組み、やはりそこの財務の透明性っていうのが、やはり、まあ、企業体としては、一番の近道だと思うので、まあ、そこのところを検討いただきたいと。で、二つ目は、やはり、経営を圧迫せる、やはり、選手の年俸の、まあ、人件費の比率ですね。やはり、売上の半分、以上は人件費をかけないとか、そういうサラリーキャップのところの上限というのをちょっとコミットしていただきたい。で、もう一つ三つ目としてはですね、まあ、ぜひ我々サポーターに経営に参加させていただきたい。つまり、サガン鳥栖の株式をですね、ぜひサポーターに販売する機会を作っていただきたい。今、クラウドファンディングで株式型というのは普及しております。一人上限50万円まで、株を購入できる仕組みが、まあ、金融庁で認められています。やはり、いくら、まあ、距離が近づきたいと言ってもですね、実際に株式を保有することによって、身近に経営を、我々自身がですね、我が身としてですね、サガン鳥栖を応援していく。これはやはり、まあ、株式を持つということが一つじゃないかなと思ってます。あとは、なかなか今財務的にはちょっと厳しいかとは思うんですけども、今東京プロマーケットっていうですね、新しい市場が、東証でできてます。これは財務の停止基準が問わ、関係なくですね、まあ、上場できるマーケットなんですね。で、J リーグのクラブは監査が通ってますので、比較的上場しやすいと思います。で、株式を公開することによって、財務が透明性を増すことによってですね、やはり応援できる企業になると思います。で、J リーグのクラブはやはり公共財なので、より公のもの。なので、そういう公の団体がですね、やはりあまりこう、透明性がないということっていうのは、やはり私は不自然かなと思ってます。ですから、サガン鳥栖は率先してですね、それをどんどん公開していっていただいて、で、世の中から応援してもらえるお金が集まりやすい仕組みのある企業体になることがですね、一番の近道だと思ってます。ですね、まずそこの経営に参加するっていった面で、ぜひですね、今の株主構成とかも教えていただきたいですし、それを知ることによってですね、我々も応援できることがあると思うので、ぜひそれをですね、早くても、明日からでもいいんですけども、ぜひそれを、ペレ社長にはですね、実践していただきたい。よろしくお願いします。以上です。いろいろありがとうございます。難しい問題もありますが、いろんな意味で改革を行っていく必要があると感じておりますので、進めていきたいというふうに思っております。まあ、まあ、見ている景色というか、ファンでなくなると、大多数がいて、
今平時ではないので、今しばらくお待ちいただきたいと。皆さんとより早い決断をしないといけないフェーズも増えてくると思いますので、いろいろ中で改革の中で、進めていきたいと思っておりますので、ご意見ありがとうございました。ありがとうございます。頑張りましょう。まだおられます？最後一人受けてもらう。はい、ありがとうございます。ちょっと9時を過ぎてますので、最後の質問にさせていただきたいと思いますが、どなたかご質問ありますでしょうか。はい、44番、B2001 さん。わかります？ミュートを外して喋っていただけますか。どこ行った。あ、表に行っちゃう。1ページ目に移動しておきよう。あ、どこ？ダメや。はい、じゃあ、他の方いらっしゃいますか。どこどこ。はい、33番、SGN7 わかります。はい、どうぞ。はい、今回の件について社長の口から選手やスタッフ、監督の方に直接ご説明はされてあるんですか。説明はしております。なんかそれに対して選手やスタッフの方からご意見等はあったんですか？本音トークで言っていいでしょうか？はい。言葉が一人飽きりするのは大変怖いと思ってますが、またこのフレーズがどう伝わるか、選手としてはやはりクラブと一緒に一つにならなくてはいけないと、そういう時期であると、ということで最後はキャプテンの方からも、こういう時期だから、選手としてやれることサッカー以外でもやっていこうということでクラブともっと話していこうということは聞きましたが、やはり心配でないって言ったら嘘になりますと、報道でを聞いて、奥さんのお母さんや、友達からそれは大丈夫かっていうようなことを聞かれますっていう声も聞いたことに関しては選手もしくはスタッフには謝罪を申し上げたというか申し訳ないと、でもまあ安心してくれと、今安心してくれっていう言葉が、まあ、選手 の、 不安も相まみってですね、選手生命という意味でですね、サッカーできなくてコンディションがどうかっていうのもわからないし、始まった時に怪我が多くなることへの不安であったり、チーム構成がやはり育成型ってやっぱりこうクラブが言うとなら育成型の若いものを登用していくのではないかという、不安であったり、その言葉がまた一人歩きしてしまわないように、少し丁寧にはもう少し説明しています。ちょっと皆さんに説明が雑になったわけじゃないですけど、育成クラブっていうことを言うこと自体も選手にとってはかなりリスキーがあるというか、分かってもらえますか、この感覚っていうか、こうまあなかなか難しい、この言葉が一人だけマスコミで育成クラブだからもう若いやつを使いますって明日記事になると、例えば100ゴールを目指している豊田選手どう思うのかなとか、まあ、ベテランと言われている人はどう思うのかなってい う、 こう不安も一抹のものがあるので、言葉はやはりこう全方向で言うには皆さんともっと会話を重ねて今のような質問に答えて、選手からも不安の声は出ました。正直それは僕は嘘は言わないです。そういう関係をやっぱりこう今構築しているので、そういう中で秀人選手も昨日ライブをやってみようと、もしもっと選手もファンと
身近に寄り添っていこうっていうことも出てきたのも事実なので、逆にそういう不安を与えるような要因があったっていうことも素直に私自身クラブも認めなくちゃいけないし、今さっき の経営的にも、もう少し透明性をっていう意味では、なかなかこう監督を決めるプロセスとか、解任するプロセスっていうのは意外に皆さんに伝えにくい内容が多いので、逆により一層際立っているのかも、こう伝わり方がですね、難しいと思っているので、逆に、こういう場を設けて選手も含めて言えること言えないことも含めて距離が縮まっていけばもう少し、そうだよねっていう話が出ると思うので、まあ、この件については不徳の致すところと思っております。申し訳ない。はい、ありがとうございました。それではすいません、お時間が過ぎておりますのでここで終わらせていただきたいと思います。スタートの時間が10分ほど遅れましたことをお詫び申し上げます。また次回こういう機会を作りたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。皆さん参加している方言っていいですか。私はゴールデンウィークステイホームにっていうか、まあ、家にいっぱいいるので、こういう場を設けて、逆に皆さんの談義というか、あ、こうだよねって、ここっていうのは聞いていきたい時間をたくさん作ろうと思ってますので、一人でもいいので、話す機会を増やしていきたいと思ってますので、ゴールデンウィーク入ったばっかりで、まだ大変な時期が僕は長く続くと思うんですけど、皆様にこう力になるように、そして皆さんからも力をもらえるように、やっていきますので、知った激励をまたお願いしますし、反省しておりますので、改めて申し訳ございません。ゆっくりお休みになられることを願って、今日はありがとうございました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。社長、頑張りましょう。お疲れ様でした。頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました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 。